さて前回は日本が結構謀略は得意なのに暗号を全然使わなかった国だということをやりましたね。でそこで当然疑問が出ますよね。なぜ世界の国はみんな暗号を使っているのに日本は暗号を使わなかったのか。やっぱり離れ小島でしかも国土が狭かったからでしょうね。箱庭の中で戦争しているようなもんなんですよ。あの、世界で最初に 軍事暗号というものを考え出したのはジュリアス・シーザーウェイユリウス・カエサルザって言いましたけど紀元前のローマ帝国っていうのは例えば首都ロローマを何千キロも離れたとこでで戦争をやってるわけですよねで昔は無線電信もなければもちろんメールもない電話もない軍師に手紙のようなものを持たして指示するしかないわけですけれどもその手紙が途中で 敵に奪われたら全部作戦読まれちゃいますよね。そこで暗号っていうものが必要だったわけですよ。ところが日本はそんな長距離でね、あの遠隔地で戦争してることなんてもうほとんどなかったので。まあ、秀吉ぐらいでしょうね。秀吉のあの晩年期に日本で大本営があって、朝鮮半島に前線基地があるなんてことありましたけど、あれは特別な例で、日本の戦国時代なんて言ったらね、せいぜい まあ、数百キロの中ででやってるわけですからねだから暗号発達しなかったわけですよ。じゃあどういうふうにやっていたのかっていうことが実は分かってるんですね。これがですねまた興味深い話なんですよ。これがですねし、まあ、しばらく前に出した本です、えー、今年、えー、2021年は武田信玄生誕500年だったかなそれを記念して「武田信玄500年目の真実」という本なんですね。これね実は私 相当、ね、あの痛快に思ってる本なんですねなぜかと申しますと、えー、今「逆説の日本史」26巻まで来たわけです連載開始準備期間を含めればこれ30年やってるわけですがまあ,さあの10年目ぐらいでですね、えー、戦国時代に突入したわけですね。でその時私は山本あの武田軍心武田謙信のあっ武田武,た武田い間違い間違い 軍師として有名な山本勘介は実在の人物だと言ったんです。若い人はそんなの当たり前じゃないかと思うかもしれないけど、これで私ね、散々ね、本職の歴史学者の先生に馬鹿にされたんですよ。伊沢本彦は何も分かっていないと。で、実は紅葉軍艦って本があるんですね。 その「紅葉軍艦」という本に山本勘介のことが詳しく書かれていてその中に例えば武田信玄と上杉謙信が一川中島で一騎打ちしたなんてことも書かれてるわけですよ。で私が四半世紀前に戦国史を書いた頃は学会は日本歴史学会は紅葉軍艦は信用できない書物である。後世 えー、小幡勘兵衛景という男が軍学という学問をでっち上げるために書いた嘘の文書であってこんなもんは信用できないしたがって、えー、その中に出てくる山本勘助など実在の人物でないというのはこれ定説だったんですよ本当の話です。だから私はそうじゃないっていうその理由はですね私「紅葉軍艦」読んでみたらですねまず山本勘助を美化してないんですよ。 山本勘介は最後の最後で敵将上杉謙信にまあ啄木の作戦というんですが川中島におけるいやいや謙信をやっつけようとした作戦を見破られて死ぬわけですよね。武田流軍学武田の,あの軍学はこんなにすごいんだということを小畑景則小畑官兵衛がでっち上げようとするならそんなこと書かないでしょうそれ常識じゃないですか。 いや、あの、上杉謙信の作戦をこっちが見破ったっていうかって書いたなら分かりますよ。逆を書いてるんだから。それもう一つあるのは、上杉謙信が短期で一人で武田信玄の陣に突っ込んだっていう、これ当時の状況を調べてみるとね、あの時点では上杉軍圧倒的に有利なんですよ。で、武田信玄の周りに本来武田信玄を守るべきガード、これは旗本っていう旗本は一人もいなかったんですよ。 で、上杉謙信は何としても信玄を倒そうとしてたし、えー、あの、彼は死を恐れない人ですから、突っ込んだ可能性ってあるんですよね。それと、一番肝心なことは、たとえ武田家の、小畑影則って武田家の人ですから。当時の考え方で言うと、主君が適正に何たちか浴びせられたっていうのは不名誉なんです。お前ら旗本は何やってたんだってことになるからね。それでも書いてるのは、 これはすごいと、敵ながらあっぱれだと、そういう感覚があるからこそ書いたんだろう。だから私は紅葉軍艦というのは、そういう人間の常識、戦国の常識から考えて、事実が書かれているものだと言ったんですけどね。学者の先生たちは、この本にも書いてあります。年号が合わない。それからそんな一騎打ちなんかあるわけがない。なんていうことでね、否定してたんですよ。ところが今、手のひら返しでコロっと変わったんです なぜだかわかりますか私、残念ながら私の説に納得したからじゃないんですよ。あの、国語学者の坂井先生って方がいて、紅葉軍艦の一番古いテキストを探してみて、国語学的にこれは江戸時代に書かれたものか戦国時代のものに書かれたか、言語学的に調べた。で、これは間違いなく戦国時代の言語で書かれている。小畑景則が えー、原本を写したものであろうってことを証明されたんですよ。それでで手のひら返しが起こったんですねでそうなるとね、えー、例えば年号が合わないなんて言ってたのもいや個人で書いたものはこれは玄著はですね「高坂壇上というこれもあの風林火山みたいなドラマには必ず出てくるあの信玄子貝の武将ですが高坂壇上正信という人が書いて。 でそれを小畑景則が原本を写し取ったというのがあの成立の公用軍艦成立の由来なんですがその高坂正信が昔は図書館とかネットとかないですから例えば信玄様の一番の最初の合戦何十年も前ですよ。で言語はコロコロ変わってるわけですよね。日付だって覚えあのきちっと覚えてるっていうことの方が珍しいわけで。個人が あやふ、あの、あやふやな記憶で、まあ日付についてはね、あやふやな記憶で書いたものであるからこそおかしいわけで。むしろそれは、あの、年号が合わないなんていうのは、偽物作ろうと思ったら年号一生懸命合わせますからね、むしろ本物であることの証明なんですよ。そういうことあの、まあ、人間としての常識、社会人としての常識、そういうことが全くわかっていない人が、 公用軍艦は、官兵がでっち上げた、偽物の書であるということを言ってたんですね。暗号の話はどこ行ったんだって思っている人もいるかもしれませんけれども、実はこういうことなんですね。公用軍艦には、軍師という言葉は登場しないんです。これは中国語です。諸葛孔明なんかそうですね。ただし、公、え、用、ー、軍艦の中に見ますと、山本勘介はあくまで足軽,の足軽隊の隊長ではあるんだけど、 信玄から謀略とか外交とかそういうことに対して相談を受けてて軍事的なな立場にあったことは間違いないんですねで実はこの酒井先生が公用軍艦は正しい本だとしたがってその中身は正しいということを証明される前に山本勘介ひょっとしたらいたかもしれないなと歴史学会がちょっと認めた時期があったんです。 それがねものすごくまあ本当に小説のような話で面白いんですが、えー、私が大好きな歴史小説家に柴田尾太郎さんの,、まあ、しあの兄貴分みたいな人ですが音寺長五郎さんっていう人がいますこの人が「天と地と」という、えー、上杉謙信を主人公にした。 これ主役やったのは若き日の石坂浩二さんですから随分昔のことですが、えー、小説を書いてそれが大河ドラマになったんですね。ところがその小説にはですね山本介登,登場してないんですよ河音寺長楼さんというのはある意味で律儀な方で、えー、学会の先生方が山本勘介はいなかったって言ってるんだからしょうがないっていうことで小説「天と地と」には山本勘介登場させなかったんですね。 そこで、大河ドラマ、天と地と、石坂浩二主演にも、実は、山本勘介は出てこない。あの、これちょっと誤解してもらうと困るんですけど、後に角川映画で、天と地とがもう一回、もう一回というか映像化されてる、映画化されてるんですけど、その時は、山本勘介出てます。た、あくまで NHK 大河ドラマの天と地とには、出てない。ところが、それを見ていたある人がですね、北海道の市川さんって人です。市川さんが、 画面見てて信玄のサインこれ花を押すと書いて花王と言います柿版とも言いますがあの実は日本で藩子をあの大々的に使ったのは織田信長からでそれ以前はサイン手書きのサインの方が、えー、有力だったんですね。それを見て,いてあ その北海道の市川さんがあれうちに伝わってる古文書にも同じようなものがあるなっていうことに気がついたんですね。でそれを古文書の鑑定大会かなんかに持って行ったら本当にそれは武田信玄の書いたものだってことが分かったんですがその中に山本勘介の名前が出てきたんです。それは市川さんの先祖である市川何しに宛てたもので今後の作戦については山本勘介が 口頭で飲めるからよろしくと書いた紹介状だったんですね。つまりこういうことをやってたんですよ。暗号文書なんていうのを何百何千キロ先に送るのではなくて、自分と同じ戦略がつまり軍師みたいな力を持った家臣に対して、えー、そしたらフレキシブルに対応できますから、あの市川、あの武将の市川のところに行って作戦を説明してこいと。 で、もし万一状況が変わったらお前の判断でやれということで、向こうは市川さんは山本勘介の顔を知りませんから、紹介状は必要なわけですね。それだったわけです。つまりこの男は間違いなくは我、我が武田,武田信玄の代理である。だから指示に従ってくれという。それが市川文書と言って今でもあるんですね。これが山本勘介の名前が初めて、えー、その時代の文書に出てきた。それ以前は 山本勘介の名前は、紅葉軍艦という印刷本には出てくるけど、当時の古文書には誰も、あの一つも出てこない。だから山本勘介はいないのだ。で、紅葉軍艦についても、敵の大将が一騎打ちで攻めてくるなんてことはないだろうし、日付もめちゃめちゃだしね、歴史上の事実、あの、本当の日付と違ってるし、これはやっぱりあの山本勘介という軍師をでっち上げて、 えー、武田流という軍学を江戸時代に宣伝しようと思った立ち上げようと思った小畑景則が書いたでっち上げの書だっていうことが本当ですよこれ歴史学会の通説だったんですそれが今全て変わりましたその陰に伊沢本彦の努力があったってことは誰も言ってくれませんね <laughs> 本当にねだからねもう歴史学者の先生たちってそこがおかしいんですよ 人間の常識社会の常識まあそういうことが分かっていないでもう一つ言うならば、えー、世界史が分かっていないな、えー、日本で戦場において全く暗号が、まあ、特あの実は西南戦争の時ちょっと暗号が使われたって話がありますがそれ以前のそれこそ源平時代から、えー、戦国の,あ,の,あ,のあるいは幕末維新の戦いまでですね日本においては 暗号というものが全く使われなかった非常に稀有な国であると,ということだからこそ、えー、まあだから外国はでですすすすねそういういい報活動に対,対する評価がすごく高いんですよロンドンオリンピックの時にエリザベス女王が会場に向かわれる時にエスコートした人誰か覚えてますジェームズ・ボンド中佐ですよ。 あの、俳優の人がやってたけどね。つまりね、イギリスっていうのは諜報活動に対する評価がものすごくたつ高いんです。もちろんジェームズ・ボンドは、イギリスの作家イアン・フレミングが創造したキャラクターで、イギリスに多額の外貨をもたらしたってことももちろんあるんですけど、やっぱり、えー、そういうスパイっていうのは、一発で戦局を逆転する英雄なんですよ。だから、 エニグマを解いたこの人の評価もすごく高いわけですねだから海外で忍者が結構人気高いのもそうなんですよ忍者っていうのは日本よりも外国での評価の方が高いんですねそれはちゃんとした理由があるつまり情報活動というのを軍事行動と同等ぐらいに重く見ているそういう伝統がローマ帝国以来あるわけですそういうことも歴史を理解する一つのコツであろうと思います 膝ザー彦の逆説チャンネル、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。